さん久しぶりに朝倉選手見ますね。さあ対するは鈴木徹。今日は鈴木選手どんな状態で投げるのか。まあ面白そうですよね、双子で戦うみたいなですね。さあ鈴木徹がいつもの手フーフー状態、手フーフー鈴木徹。あれやっぱ湿気を持たせてるんでしょうね、あれね、うん、さあ真似をする人がもうすでに5人はいます。仙台は寒くないですね。非常に過ごしやすい気候です。はい。鈴木徹は寒いから手をフーフーするんじゃないです。手フーフー鈴木徹なんで。手をフーフーするんです。多分こうちょっと湿気を持たせるとかそんなんじゃないですか。今、画面の向こうで手をフーフーしている人が300人ぐらいいると。ちょっとこうこの朝倉選手の今のトーン80打った選手ですけど、なんかあの人みたいですね、MVG みたいですね。バンガーメンみたいなこう腕のこのフォローの使い方ですよね。トニーディガーのワンフォース。さあ隣には浅田誠吾。ってブルンブルンしますね。ブルン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 朝倉理人。鈴木徹選手のフォロースルーはあまり良くないんですけど、ちょっと質が違いますよね。フォロースルーは明らかに朝倉選手のフォロースルーの方がいいですよね。さあその入る入んないじゃなくてフォロースルーの形っていうんですかね、腕がまっすぐ出てますよね。さあそして12トリプルからの13ダブル。さあ112なのでいい数字です。さあ1本絡めばですね、ザンニアレンジができるといういい数字なので、これはハイオフの可能性あると思います。さあ1本入ってきてのトップアレンジだ、トップアレンジからの、20ダブル。
選手ブレイクチャンスですね。これいきなり彼よバーストするのはいただけない。もったいない。さあ60オープンまでですね。これで鈴木選手が一気に行くのか。ガッと行く。決まらず。戻る。決まらず。さあここ集中したいですね。このミスはいただけないですね。少し鈴木選手も状態良くないんでしょうね。まあ、チャンス与えてますね。これはもう鈴木選手さあ来ますよ。来ますよからの、そしてオーバーしてきましたが、エリアがですね たくさんありますので、3エリアありますのでね、鈴木選手のプレッシャーにはならないです。さあオーバーからのカット、オーバーカット、鈴木選手先行のクリケット。
時のねこうフォローの使い方とかすごい気持ちいいんですけどね。まあ朝倉選手がねこれからどのようにミスを減らしていくのかね、このコースなんかこうポテンシャルはありそうなので、まあどういうふうにミスを減らすのかっていうのがやっぱり直近の課題なんじゃないでしょうかね。さあオーバーしてきました。オーバーカット、まあ確かに朝倉選手アルパカに似てますよね。パーフェクトのアルパカ朝倉リヒト。さあカットからのビッグラン、4回戦進出ビッグラン。取るべきところで取る、やっぱりこれ大事なことですね。さあ3回戦これで鈴木徹がベスト16進出っていうことですね。はい、